皆さんこんにちは。今日も元気なえいちゃんです。はい、今回はコピックがあったんですよ。あとコピックマルチライナー。まずコピックマルチライナー 0.3 が2つね、まあ、こことここに置くんですけども、で茶色とで、ね、黒を買いましたもん。とりあえずこんな感じ。コピックにもにじまない、多分油性とかかな。でね、いつもはボールペン使ってるんですけど、まあ一応なんか良かったというか、なんかなんだというか、前ねちょっとね2本買ったっちゃ買っちゃったんですよ。なんかちょっとボールペン使ってたからね、ちょっとだけ黒くなっちゃってるんです。黒くはね全然汚れてない。でシャーペン 0.5 のシャーペンですね。こんな感じ、なんかすごいね見た目かっこいい。あとね、1000人登録者行ったらゆっくり実況もね、感動チャンネルで始めようと思って、この今やってるいっちゃん、え、うさ耳のいチャンネルか、うさ耳のいちゃんのチャンネルは、まあ、メインチャンネルにしたいと思ってます。それで1000人登録者コピックたくさん買ってもいいって言われてます。まあそれも含めてゆっくり実況もね、まあとりあえずしようかなって思ってます。まあってことで今回はゆっくり実況に関係するゆっくり茶碗とか、まあ作ると思いますよ。そのキャラに登場するゆっくりたちを描いていきたいと思います。って感じで今回は描いていきましょう。しょうしょう。
ということで今回はコピックちゃんたちとか新しいシャーペンとかマルチライナーとか使ってお絵かきをしてみます。イーちゃんのなるですね。まあ、本当は名前全然違うんです。イーちゃんなんですけどね。名前は。なんかでもね、そう言われたらなんか、茶番的に楽しくなっと。で、なるちゃんの妹のナナ。めちゃくちゃ名前が似てますね。でね、どこが違うかって言ってね、マフラーの色と、リボンの形と、それでよーく見たらね、ここに金色のやつと、金色ですね。まあ。そのやつを目のここら辺に貼ってるんですよね。貼ってるっていうのがついてます。それで、フールは、まあ、レイム感が出してますね。はい。なんかすごいね、髪の毛の色がね、抜けてなかった。だってさ、その子もこんなに、ほら、こんなにもなってるんだよ。やばない、やばない。でね、多分ね、1000人いったら出すと思うよ。まあ、ということで、今回はこんな感じでやってみました。あと質問があればコメント。とグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。